福田鈴木調査からよろしくお願いいたします。私の部屋、市長室でございますが、上杉鷹山公が、初めて、米山に入部するときに慶州先生が鷹山公に送った言葉、先ほど道門先生のビデオでもありましたが、言うなるかな、言うなるかな、言うにあらずして何をもって行わんやという掛け軸をかけております。これは、市長というのはなかなか、最後決断判断をするのが、市長の仕事でありまして、これをやるべきかやらない やるべきではないかというその判断をするときにこの掛け軸を見ながら、あ、これは市民にとってやるべきだなというようなそういう思いをしながら、いつも仕事をさせていただいております。実は、私が市長になれたのは、私は平州先生上杉鷹山公のおかげだというふうに思っておりますが、ちょうど20年ほど前でございますが、私は市長になる前は市の職員でありまして、20年ほど前にちょうど社会教育課長になりました。それで、何かこの社会教育の中で、楽しい仕事はないかどうかということで会議に話をしましたが、今日も会場におりますが、今平州記念館の館長をしております立松君が、課長、西暦2000年は、平州先生の都合200年ですよ、2200で一つ平州先生を全国に売り出したかどうかというようなそういう提案を受けて、会員と一緒に平州先生を少しでも知ってもらおうというようないろいろな取り組みがしてまいりまして、これが、議会と野市民の皆さんに評価されて一つ市長でよということで、今こういう立場があるわけでございますが、それで、実際選挙で地域を回りますと、実は、行政の職員として市民のためにいろいろこれは市民にためになるというふうにやってきたその行いと市民の皆さんが思っているその思いとの間に大変乖離がありまして、これは市長になった時には一つ市民の皆さんの思いをどう町づくりに生かすか必要を生かさなければいけないということで、市長になってから、まず、大切な気持ちとして、民の、これも平州先生の教えでございますが、民の心に従う祭りごと、市民の皆さんの思いをどう町づくりに生かすかという思いで、仕事をやってまいりました。もう一つは、これも平州先生の教えでございますが、入りを図りでいずるをせず、健全な財政運営をどうするかというのが、この日本柱で、私、町づくりを取り組んできました。そんなアレッサンダ子どもたちを目の当たりにして、市はまずは30年余の教師生活に終止符を打ち、構成員として子どもたちに手を差し伸べました。犯罪を犯して、軍の裁判にかけられた子どもたちを、まずは自分が責任を持って更生させることを条件に引き取ります。自宅に連れて帰ります。そして必ずその日は自分の布団の中でその子を抱きしめてあげました。子どもに罪はない。子どもの未来を摘み取ってはいけない。というのがマスの口癖でした。裁判所から引き取る子どもは日増しに増えまして、やがて自宅ではとても預かることもできない状況になり、マスはついに自力で子どもたちが安心して生活できる施設、コザ児童保護所を作ります。その鉄を作るにあたっても、非常に艱難、辛苦の末、成功されました。そしてまた、その後を継いだ方々も、何度も何度も失敗をし、
そしてやっと成功をいたしました。したがってその足跡を我々は不当不屈の精神として今たたえて町の誇りとしてきたわけでございます。そしてさらに官房社員で衝突を返した町、あるいはまた明治29年昭和8年の津波でも町が壊滅になってしまいました。まあ、そうした災害も何とかの災害を乗り越えながら、まあ、進めてきたということで、まあ、大島高等のその足跡と釜石市のその歴史が重なってですね、このいつの間にか不当不屈というものがですね、町の精神、町づくりのスローガンとして今日に来たということでございます。この会場を伝国の森と呼んでいるわけですが、これは上杉鷹山の伝国の地から来ています。藩主の座を杉本様に譲るときに、注意書き、兵器書を先ほども出ましたが、兵器書を書いて、渡しました。そしてそれが例になって米沢藩が殿様が交代するたびに、それが伝わったわけですが、何と書いてあるかといえば、今の言葉で訳すと、藩は先祖から子孫に伝えるものであって殿様が私物化してはならない、領民は藩に属しているものであって殿様が私物化してはならない、藩や領民のために殿様がいるのであって殿様のために藩や領民がいるのではないということでありますが、これは自分のための他者という考え方ではなくて、他者のための自分という考えだと思います。周りの人を見て、この人たちは自分のためにどういう役に立つかという目で見るのではなくて、この人たちのために自分はどういう役に立つのかという見方、ものの考え方をするということだと思います。上杉鷹山の学問、教育重視の反省というのそのもの、米沢にずっと続いて、この他者のための自分という考え方で活躍する人がいっぱい出てまいりました。米沢の人たち、とりわけ、子どもたちにこういう生き方を分かってもらいたい、こういう生き方を目指してもらいたいと思っています。今の子どもたちの世界の中で一番問題になっているのは、自分の心の不安、心のモヤモヤ、心のストレスを解決するために他のお友達を道具に使って、解決する、いわゆるいじめでありますが、そういうことになってしまっている、そういうような方法ではなくて、みんなのために役立つ生き方、それを自分を磨いて、伸ばしていくという、そういうことを子どもたちにぜひ学んでもらいたいと思って、時代グループに伺いました。互いに助け合って、暮らす楽しみたち、そういうのを目指していきたいというふうに思います。米沢愛と広島を旗印に掲げていますので、そういうものが、上杉鷹山の伝国の地から、ずっと脈々と流れていい町になっていくようにしたいというふうに思っています。震災メモリパークおよびグリーンベルトへの植樹・植栽協力。野鳥観察会を開きます。日時は平成25年1月13日日曜日の午前9時30分から11時30分までです。集合場所は幸せ村健康ふれあい交流館玄関前です。対象者は市内在住、
在勤在学の方です。知多自然観察会会員と公園の野鳥を観察します。定員は先着順で40人です。参加料は100円です。当日は双眼鏡と図鑑をお持ちください。申し込み先は東海市施設管理協会です。参加料は25年1月7日の月曜日午後5時までに申し込み先へ納めてください。詳しくは申し込み先へどうぞ。川工芸体験教室を開きます。日にちは平成25年1月14日と2月4日月曜日で、時間は午後1時から3時までです。場所は幸せ村保健福祉センターです。講座では革を使って2種類のコサージュを作ります。定員は先着順で20人です。参加料は材料費を含めて3500円です。当日はタオルをお持ちください。申し込みの締め切りは25年1月7日月曜日です。お申し込み、お問い合わせは幸せ村指定管理者へどうぞ。名残雪や丸い命などでおなじみのシンガーソングライターイルカの40周年記念コンサートを開催します。日にちは2月8日金曜日午後5時30分開演です。場所は文化センターです。定員は490人です。座席は全席指定で、入場料は3500円です。入場券は文化センター上野公民館で販売しています。なお未就学児の入場はできません。車いすの席をご希望の方は入場券購入の際にお申し出ください。詳しくは文化センターへどうぞ。新春短歌大会を開きます。日時は平成25年1月18日金曜日の午後1時30分から4時30分までです。場所は文化センターです。参加料は無料です。参加を希望される方ははがきで東海市文化協会事務局へお申し込みください。1人3種まで申し込めます。申し込みの締め切りは25年1月8日火曜日です。詳しくは東海市文化協会事務局へどうぞ。東海市では東海市医師会の協力を得て当番医制度を行っています。夜間や休日に急病のため困った時にご活用ください。ただし、当番医での診療は応急処置だけとなる場合がある、必要最小限の薬しか出せないなどの制約があることを十分ご理解いただき、必ず電話をかけてからお出かけください。詳しくは幸せ村健康福祉課へどうぞ。